そういえば、孫徳さん、それだけ長年企業研究してんだから株やればいいじゃん。ダメなの。やるとは。野田さんと一緒で、結局俺もこれ、もう、あとはキャピタルの方に行っちゃうから。だから、向かないの。俺も一緒だから。まあ、野田さんほどじゃないけどさ。俺は株やらないよ。うん。バカラやるでしょ。うん。うん、1分後に倍になってるよ。いや1分後にゼロになる時もあるやん。それはボラテリティっていうのはそういうものなんだよ、ボラテリティ。いや、だからそういうこと。刑務所に46回行ってんすよ、この人の刑務所。そうだったんですか。本徳ちょっと待ち合わせで待っててくれって言って、手続きだけしてずっと待っててこうやって。中の監視の人たちも有名になってたらしくて、はい、今日も孫徳さん来たぞみたいに言われるんで。もう身内ですよ、身内。刑務所の中入ったの初めて、こっち側は初め、行ったけど。そのうち入るよ。いや、さけんなよ。なんでやねん。その時には俺が50回面会してあげる。長いから、それ。